ザ・ミュージック・デーでのスクエアアンダーライン1初披露翔ウ君と神宮寺くんの魅力に迫る翔ウ君と岸くんのアイコンタクトが熱いザ・ミュージック・デーでのナンバーアンダーラインア i のステージザ・ミュージック・デーのステージで初めて披露されたスクエアアンダーライン1このパフォーマンスは多くのファンの心をつかみ特にハンドマイクを使った新しいスタイルが注目を集めました スクエア・アンダーラインワンの魅力について、ファンの声や私の見解を交えながら、その奥深さを探ってみたいと思います。スクエア・アンダーラインワンを初めて見たとき、私自身もその圧倒的なパフォーマンスに心を奪われました。翔くんが見せる余裕と自信、そして神宮寺くんの成果の力強さ、すべてが完璧に調和していました。ハンドマイクを使ったボンのパフォーマンスも見逃せません。 通常とは違うスタイルでの挑戦が、彼らの新たな一面を引き出し、ファンの期待を超えるものとなりました。ファンの声を聞いてみると、彼らの反応は一様に熱狂的です。あるファンは、神君を目の前で見て泣きそうになったと感動を語り、別のファンは、スクエアアンダーラインワンのフルバージョンをいつか見たいと希望を抱いています。また、 神宮寺君のリズムを取る足の動きが素晴らしかったとのコメントもあり、細部に至るまで彼らのパフォーマンスが観客を魅了していることが伺えます。ザ・ミュージックデーのステージでのパフォーマンスは、特に聖火とダンスの融合が絶妙でした。神宮寺君が生放送で見せたラップのスキルには、多くのファンが感嘆し、その成長を称賛しています。彼のラップは単なるテクニックにとどまらず、 品位を保ちつつも攻めの姿勢を見せるそのスタイルが多くの人々の心を捉えましたこのようなパフォーマンスが実現する背景には彼らの鬼のような練習があることは言うまでもありませんハンドマイクを使いながらのパフォーマンスは動いてもブレない歌声を保つために相当な努力と鍛錬が必要ですファンの一人は動いてもブレない歌声には感服ですと述べ 彼らのプロフェッショナリズムに敬意を表しています。翔くんのパフォーマンスも特筆すべきです。彼の緩やかなサイドステップは、ステージ全体に特別な雰囲気を醸し出し、観客を魅了しました。岸くんとのアイコンタクトや笑みのやりとりも、その場の空気を一層盛り上げ、ファンにとって忘れられない瞬間となりました。ハンドマイクを使ったボンのパフォーマンスでは、ダンスのスムーズさが際立ち、 マイクの持ち替えが全くわからないほどの技術が披露されました。また、スクエアアンダーラインワンとボンのパフォーマンスには、彼らの成長と余裕が感じられました。ファンの間では、ジンちゃんのラップは爽やかでキレが良いと評価され、多くの人々がその魅力に気づき始めています。彼のラップスタイルは、貴公子のお遊びのような品のあるものとなり、他のラッパーとは一線を画しています。 ファンンのの反応はは熱狂的でありり彼らの感想やコメントは多岐にわたります例えば「神宮寺君のスクエアアンダーラインワン最高だった絶対ふんなよ」というフレーズに共感したといった声が寄せられていますまた「ハンドマイクでのボンはおしゃれすぎた生放送でぶっこんでくる神宮寺君がすごい」といった意見も見受けられ彼らのパフォーマンスがいかに多くの人々に感動を与えたかがわかります さらに、ファンはそのパフォーマンスを見て、自分たちの気持ちを共感し、共有しています。ジンさん、なんてかっこよ、一緒に喜べて嬉しいといったコメントが寄せられ、彼らのパフォーマンスがファン同士の絆を深める役割を果たしていることが伺えます。特に、神宮寺くんのラップはその声の爽やかさとキレが評価され、多くの人々に、かっこいいと言わせるものとなりました。 ザ・ミュージック・デーでのスクエアアンダーライン1のパフォーマンスは、彼らの成長と努力の結晶です。彼らの新しい挑戦とその成果は、多くのファンに感動と喜びを与えました。これからも彼らの成長と進化を見守り、応援し続けたいと思います。彼らのパフォーマンスがさらに多くの人々に届き、その魅力が広がることを期待しています。そして、 次のステージではさらに素晴らしいパフォーマンスを見せてくれることでしょう。ファンとしてその瞬間を心待ちにしています。ザ・ミュージック・デイでのスクエア・アンダーライン1のパフォーマンスに触れたファンの感想は実に多様で興味深いものです。特に印象に残ったのは神宮寺くんの咳払いから始まるラップの技法です。これはラッパーのパンピーがよく使う手法であり、 成果の証明としてもファンに受け入れられました。この一連の流れは、彼らのステージパフォーマンスの質の高さを如実に示しています。生放送というプレッシャーの中でこれだけのパフォーマンスを披露できる彼らのプロフェッショナリズムには脱帽です。また、ファンの中には、ジン君のラップが、声が爽やかでキレがあると評する人も多く、彼のパフォーマンスに対する評価が非常に高いことがわかります。 彼のラップは、単なる技術ではなく、彼自身の個性とスタイルが強く反映されており、観客に新鮮な驚きを与えました。その上品で品格のあるラップスタイルは、多くの人々に強い印象を残しました。さらに、騎士んのパフォーマンスも忘れてはなりません。翔くんとのアイコンタクトや笑顔のやりとりは、ステージ全体の雰囲気を一層引き立てました。 彼の存在感とパフォーマンスの質の高さは、観客に強烈な印象を与え、彼らの絆の強さを感じさせました。ファンの一人は、ハンドマイクを使ったボンのパフォーマンスが最高だったとコメントしており、彼のパフォーマンスに対する評価も非常に高いことがわかります。このように、スクエア・アンダーラインワンのパフォーマンスは、彼らの努力と成長の証です。彼らの挑戦とその成果は、 ファンに大きな感動を与え、彼らの期待を超えるものとなりました。彼らのパフォーマンスを通じて、ファンは彼らの進化と成長を目の当たりにし、ますます彼らを応援する気持ちが強くなったことでしょう。スクエア・アンダーライン1ンのパフォーマンスは、彼らの音楽性とパフォーマンススキルの高さを示すものであり、彼らがいかにプロフェッショナルであるかを証明しています。彼らのパフォーマンスを見て、多くのファンが、 ももっとと見たいと感じるのも納得です彼らの次なる挑戦がどのような形で現れるのか非常に楽しみです。また彼らのパフォーマンスが多くの人々に感動を与えたことを考えると今後も彼らの活動がますます注目されることでしょう。ファンの一人は次のステージでもっと素晴らしいパフォーマンスを見せてくれることを期待していますと述べており 彼らの成長と進化を見守り続ける意欲を示しています。ザ・ミュージック・デーでのパフォーマンスは、彼らにとってもファンにとっても特別な瞬間でした。彼らの努力と才能が結集したステージは、多くの人々に感動を与え、その余韻は長く心に残ることでしょう。これからも彼らの成長と挑戦を見守り、応援し続けたいと思います。そして、 次のステージではさらに多くの人々を魅了するパフォーマンスを期待しています。彼らの音楽とパフォーマンスが多くの人々の心に響き続けることを願っています。ファンの間で広がるこの感動は彼らのパフォーマンスがいかに影響力を持っているかを示しています。特に、神宮寺くんのラップはファンの間で大きな話題となり、その才能がますます認知されていくことでしょう。彼のラップスタイルは 他のラッパーとは一線を画し、独自の魅力を放っています。その爽やかな声とキレのあるパフォーマンスは、見るものすべてを魅了します。また、翔くんのパフォーマンスも特筆すべきです。彼の緩やかなサイドステップと自信に満ちた表情は、ステージ全体を支配し、観客を引き込む力があります。彼の存在感とパフォーマンスの質の高さは、ファンの間で高く評価されており、 岸くんとのアイコンタクトや笑顔のやり取りも彼らのパフォーマンスにおける重要な要素です彼らの絆の強さとチームワークの良さはステージ全体に反映されておりその調和が観客に深い感動を与えますファンの一人は岸くんのパフォーマンスが最高だったとコメントしており彼のパフォーマンスに対する評価も非常に高いことがわかります